本日の皆様、足元の悪い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。こちらが新郎新婦でございます。新郎の山本直樹くん、あなたとは配信6年前に、出会い、いろいろありましたけれども、本日というおめでたい日に、このような立場で、祝えることを心より嬉しく思っております。そして、新婦のりな猫さん、いろいろありましたね。一時期はですね、二人は離れたりもあったんですけども、やはり二人の絆、セロテープのような、養生テープのような薄い力ではなく、アロンアルファのような強い粘着力だったということがわかります。まあ、二人とも交流ある私としましては、このような立場で、本日、司会進行をさせていただけるということで、非常に嬉しく思っております。まあ本日なんですけれども、このようなお祝いの場でですね、いろいろな方が、来ていただいております。まずは、新郎の山田直樹くんの、お友達でいらっしゃる、椎名裕樹さん、ね、一言いただけますでしょうか。おめでたいじゃない？めでたいよ。はい、ありがとうございます。ね、一言の重い点ですかね。はい。続いては、橋本宗弘さん。よろしくお願いします。いや、はい。おめでとう。はい。まあ、はい。はい、ありがとうございます。はい、といった方々が、順にね、ご挨拶いただくわけでございますが、まずですね、お食事の方なんですけれども、本日はですね、新郎新婦が、最も愛したと言われております、千葉県産の落花生と、四国はですね、愛媛で採れたみかん、そして高知県のカツオのたたきを、メインディッシュとさせていただいております。非常にですね、味わい深いものとなっておりますので、皆さん、ゆっくりとご賞味いただきたいなと思います。はい。出てこないよ、そんなの。出てこないよ。私は、いつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。